ね、はい。ちんちんちん。あれ。入れてる？はい。はい、という、はい、正解あん。はい、中川です。中川です。はい、どうも。はず、あれ、りんたろう？りんたろうもいるよ。りんたろうと、かずちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、りんたろう。あー、やばいわ。大丈夫？じゃあ、まあ、わからん。生きてる？生きてるわ、生きてる。いや、近くにおるからな、ただ。はい。ちょっとやめて。え、これ何喋ったらいいの？いやいや、もうちょっと、あの、僕は、あの、あれやわ。お休みしたい。いや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 、うん。え？レイシティチャンネル行くわ、パパの暴露。なんて。え？リンタロウがパパの暴露するって言って。何の暴露するの？レイシーバク、え、レイシーチャンネル。レイシーチャンネルか。ええー、や。せえへんけど。え、せえへんのかい。して、え？何？してほしい。してほしいの？なに？パクロしてほしいの？いい、ええよ、いいよ。何？いや、ちょ。いいよ、もうパパに進行は任せよ。ややこしくなるから。いやいや、進行、しゃあ。何をグダグダしてんの？早く仕切りや。あ、ちょっと待って、いい？やっといて。早くしきりな。そんな。え？あと30分やで。あと30分頑張りや。ここまで来てんから。厳しい。ここまで来てんから頑張りや。あ、大丈夫か。リンタロは？リンタロ今なんかタブレット取りに行った。あれ、リンタロどこ行ったん？ちょ。ん？りんたろちゃん呼ばれてるで、ここ呼ばれてるで。りんたろはやれへんの？え？りんたろここで話すの？はい。うん、あそこで話す。なんでよ。なんだ、え、携帯3つでやってんの？え？え、なになに？うん、りんたろ隣にいるよ。見るだけ。チャットが見たいんだって。チャットが見たいん？何のチャットも、うん、りんちゃんかわいいとかいっぱい書かれてんで。書かれてないじゃん。え？かずちゃんかわいいだって。カズちゃん殺害だって。カズちゃんチャンネル聞きたいねって。私のチャンネル、もううち、あ、江戸さんいつもお世話になってます。あ、江戸、うん、そう、うん、中川さん奥様と話して安心しきってしまってる。ちょ安心すな、気抜くな、あと30分頑張れ。これし終わったよ。あ、さすが川田さんとやったで。さすがさすが。え、いつ、いや、うん、さっき。いやいや、言語障害になるわ、これ。言語障害にはならんといて、まだ介護したくないから。うん、大丈夫なのかな、うん、これ、寝たら治るのかな、これ、頭。っていうか。この、え、はい、ずっとこのままやと困るけど。なあ、え、まあまあ、戻らんくても困ってるけど。これ。いやいやいや。チャットしてみていい？あーって。いや、いいよ、いいよ、いいよ、うん。あ、い、う、い、う、え、お、お。うん。何のチャット？な、え、あん？うん？逆がパラダイスに何でもや。のチャンネルから、パパのタブレットからリンタロウが見てるから、多分。あ、すごい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 。え、こういうことね。喋って、これ何の？はい。うん。え、はい、あ、え、じゃなくて、はい、何？うん。最近ハマってることは何なん？え、あ、うん、スノーマン見るところらしいです。せやな。私の推しは、そう、スノーマンなので。スノーマンの誰？佐久間。そう、佐久間くん好きやな、ママな。佐久間くんのどこがいい？うん、いや、もうさ、うん、これ意味ないやろ、この回は。いや、あんたのチャンネルやろ。いやいや、一人一人ゲストに聞いて、いや、うんうん。何？はい、何？聞いてんの？うん。うん、え、誰？違う。オウムみたいになってるけど大丈夫？大丈夫？え、誰やったっけ？うん、何？私の推しを喋るの？私の推しはスノーマンの佐久間大輔くんです。はい。はい。どこがいいの？どこがいい？うん、え、どこがいい？うん、いやいや、どこがいい？髪型。あなたと真反対なところ。いやいや。あ。
え嘘嘘冗談。うん、女好きやもんな。練習チャンネル、ね、知らんけどそんなもん。練習チャンネル行って。わかったわかった、ありがとう。なんなん DC チャンネルって。りんたろーがずっとなんか練習チャンネル、なんか暴露したいって言ってね。ああ、いいよいいよ。パパはいつもママからお金をもらっています。いや、それは別に。あ、まあ、それはでもあれやね。パパが稼いできたお金をママが一旦預かって、いやいや、うまくこう分配して、パパに、お渡ししてるんだよ。とのことです。うん、それは暴露じゃないんじゃない ？DCDC チャンネル。それは暴露ではない。もっとなんかあれよ。暴露っていうのは、まあちょっとこれはそうね。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。今何人いらっしゃるんだろうね。今80人ぐらい来てね。あ、いや違う違う、チャンネル登録が665。うちね、スパイシーチクビさん知ってるよ、うち。あれよ。スパイシーチクビ？うん。わらわらわらってなって。これ、うちね、うちのチャンネルにコメントしてくれた。中川パラダイスの。キュンじゃなくて、カニサギのやつ。うん、DC チャンネル、うん。あれ、あれ、うん。もっと暴露してあげたら、パパの。うんうんうん。あの、寝てるときよくチンチン書いてます。どうでもいい。寝てんねやから。どうでもいい。でよ、あの、T シャツとパンツ1枚で、よく朝起きてきて、そうやな。ギリギリまで着替えてません。そうやな。うん。嫌やんな。嫌な、りんちゃん。え、知らん。え、嫌や、嫌じゃない。え、うち別に。パンツ一丁のおじさんがうろうろしてる、ね。まあな、あれやんな。パンツやんな。うん。りんたろーちゃんとパジャマやんな。うん。りんたろーもいつもフルチンで歩き回ってもない家。なんでよ。そんなことはない。してない。りんくんもっとえぐいのちょうだいって言ってね。りんくんもっとえぐいのちょうだい。例えばなんだろう。例えば、え、あれだね、インスタグラムのダイレクトメールでなんか女の子とやりとりしてるとかやな。またまた。こういうのを暴露って言うんだよね。またまたまた。これ今見れるんじゃん、だってインスタグラムポコのあれ。ん、何がやりとりしてるやつを見てしまえばいいんじゃん。見て、じゃあその内容を言ってあげようか。あ、いいね。またインスタグラムどこ、あ、あった、これこれ。これ。DM。DM。あ、めっちゃいいな。そうだね。なんかめっちゃ鳥みゆきさんや。そうね。パパは多分の若い可愛い女の子に。ちょ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 。あ、おるおる。見て。あ、これ。ちょ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 い。パラダイスさん、日曜は一緒に飲んでくださってありがとうございました。こちらこそありがとう。今日は、飲んでから。なんか LINE のさ、こいつとかを言ったらあかん、この女性な。言葉遣いが悪いから、丁寧に、そう。丁寧にパパをいじめたらいいからな。さあ、で、多分なんか LINE の、あれやで、なんか QR コードみたいなの送ってるやつをちょっと探してる私は。あ、そうだね。うん。こういうのじゃん。検索しても出てこないです。言われて。あ、ごめん、ごめん。ID 検索でいけるように設定しました。もう多分いけるはず。これ以上探るのは、ね、ちょっと。あかん？裁判沙汰になるかもしれないから。あかんかった、それは。川島さんよ。え、そう、本物なのかな、すごい。え、やめた、やめて何があるの、やめて何の得があるの。と、得って何ですか。やめて何になろう。それじゃ、難しいですよね。インスタディーム家族に、うん、そうそう、うちは。できない人は一回だってあれやんな、なんかたーくんの、あれやったっけ、なんかあの、たーくんがラジオをやってる時にさ、なんか、ラジオ行く前いつも満喫に寄ってたやん、なんか、オールナイトニッポンの時村本さんとやってる。え、この話言っていい？やめといた方がいい。やめといた方がいいですかね、コメントの皆さん、どうだろう。やめた方がいいですか、この話題。
そう、オールナイトニッポン行く前に、なんか、満喫行ってくるわ、言うてな、早めに出て行くねんけどな、いつもその時なんか女の子を誘っててんな。え？そやで、で、なんか、まあ、毎回その女の子とさ、なんか、LINE でやりとりして。LINE でやりとりめっちゃなんか、怒られたもん、なんかその、若い女の子に。知らんねん、怖かってん、めっちゃ。で、一回なんかそれを村本さんか誰かがなんか、ツイッターかなんかで な、暴露みたいなされてな。何これみたいなの出てな。目覚めた？目覚めた？いや、もう回しついてるなってんじゃん。あ、そう？よかったわ。ちょっと何？何っつって、うん、はい。え、何？はい、いいよ、どうぞどうぞ。私は言いたい放題言えたからもう満足。今80の人に今のことさらされてるから。え、多分な終わらへんねん。それで懲りひんのがパパやねんって、だからこういうのを言われても懲りないのがパパなんだよ。まあまあまあ、DM もな、もう10年。87人の人、全員登録してるかな？ DM10 年以上前じゃないで。直近でだって。前のやつどれ？探してるんだろ、さっきの。さっきのお姉さん。かわいいお姉さん探して。さっきの、あ、この人とかそうじゃん。これは？ありがとう！ありがとう！2ヶ月前ぐらいじゃん。やめなさい。ほら、水着のお姉さんやで、この。あ、ほんまや、ほんまや。うん。水着じゃないよ。あ、これは128週間前。まあまあ、でも一回めっちゃびっくりしたんがさ、なんかパパの全裸の写真送ってきてる人おってんね。え、何？なんで？わからんね。え、誰？怖かったよ、ママもそれ。え、パパの全裸？ちらっと見て、さって閉じたわ。え、なんで全裸？え、なんで？え、なんで全裸取られてんの？わからんね。え、怖っ。怖いやろ？え、パパ大丈夫？ホラーやろ。インタロ気ぃつけや、そんなん。そんなん。されたあかんで。父が盗撮。やめなさい。パパはやん。パパのやつはやめなさい。どれやと思う？わからへん。一番昔のどれなの？一番昔は知る。公式マークついてる人と話してる。いや、それはね、わからないからね。うん、それもなんか有名な方やと思うけど。あ、これ。これや。うん。こういうかもしれん。え、出て出て出て。送ってよ。足つった。足つったらしい。でも、パパ、おじいちゃんみたいに、どん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 時間が経つごとになんかすごい、追いぼれていってたからな、配信。いやー、ありがたい。追いぼれたね。追いぼれたね。っていうか、まあ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 。うん。なぜ、私を見てないのに大きくなったとわかるのだ。怖いぞ。りんたろーはあれよ、でも、だって、パパに昔から、赤ちゃんの時から写真を発信されてるからな。うんうん、知ってくださってる方がいらっしゃるんだよ。あ、おっきいおっきいおっきい。うん、だ、大丈夫？いや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 。なんかもう、怖いねんけど、もうなんか、明日から介護とかやめてな、なんか。あの、ミンミンダハ、皆さんも飲んでね。ミンミンダハさんな。すごいよ。うん、こんな底辺に気づいてくれるってすごくない？うん、つぶやいただけなの。もっと仕事あるって最悪や。底辺はおかしいやろ。底辺はおかしいやろ。え、底辺よ。底辺にならないように頑張って。え、底辺だよね。よいしょ。まあ、頑張ってね。50時間はすごいよ。え？ 50 時間はね、シンプルに私はすごいと思ってるよ。あら、ありがとう。今から、8年前の今からだけど、感想です。感想、あの、アイスバケツチャレンジ、どんな気持ちでしたか？いや、冷たかった。みんな見てね、アイスバケツチャレンジ。あ、お腹だるんだな。怖い。いくよ、始めるよ。怖いって何？たくまくんの腹筋ばっかり見てるから、そういうふうな発想になるんちゃうか？違う違う。ん？あの、なんかその、アイスバケツチャレンジしてるあなたのなんかもう、動画を。怖い、動画が怖い。お疲れ様ですね。あとはもう、あかんや、終わってるやん、気持ちが。いやー、50時間。いやー、疲れた。うん。疲れたわ。でも、頑張ったね。はい、ありがとうございます。お願い
高評価してください。え、なんて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 、高評価してください。え、りんたろーが高評価してくださいって、うん、あーすいません、皆さん高評価、そして、チャンネル、はい、お、はい、はい、チャンネル登録お願いします。あ、バリアンの話何？バリアン、いや、そこ拾うんかい。バリアンの話って何？バリアンは？わからん、バリアン、なんかあれやな、パパが悪さするあれちゃうか、そういう系ちゃうか、なんか話しましたかって、なんかちょっと悪い感じなんちゃう。はい、バリアン何ですか？わからん、わからん。風通せみ、最後に歌ってくださいって。はい、音源流します、うん、はい、音源流すの、セミ歌詞を出てこえへんわ、頭から知って。あんな、多分パパ寝不足で歌詞が出てけ、うん、あら、カカオくんもありがとう、皆さんありがとうございます。何？リンタル歌ってくれんの？今歌ってはったよ、はい、終わりですよ、ありがとうございます。まだ終わらへんって、あと3分あるんだって。ああ、そうそうかどんだけ終わりたいん。いや、もう疲れたいや、わかる、わかるよ、疲れてるけど、はい、最後まで頑張って。うつせみいきます。はい、うつせみ、あ、エンディングで流してくれんの？はい、きっと流す、流しといて、音源流す。頭かおつパパ、何言ってるかわからん、何かおつパパ怖いよパパおいパパ、タバコ吸ってんだよ。吸ってないで。あ、いやいや、拾った。タバコ吸ってるじゃん。違う、拾った拾った、それ。続いて。撮影撮影。吸ってるじゃん、吸ってから来いって。撮影よ。では、撮影の始めに何をするんですか。何しよう、何。いけ、デブ。あるからな。残り数分頑張って。あらやと押す。あ、首いで出てる。んだれ。ああ。ありがとうございます。あ、アギロ、ありがとう。さあ、なあと2分、こんな長いんや。あと2分、あと2分、なんか、はい、パパに。やっと、いるつき、はい、じめちゃん。顔怖くて悲しい思い出が。ここにつながっていたなんて。本当に、視聴者の皆様、配信に出ていただいた本当に、先輩のお兄さんたちだったり、後輩の方々であったり、皆さん本当にありがとうございます。ご協力ありがとうございました。あとはタイポンと、エドと、あと、ヨシキン、ありがとうございます。やりますので皆さん、またはやりません。はい、一旦休みます。はい。おやすみなさい。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ皆さん、本当にさようなら。はい、りんたろーも、さようなら皆さん。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。